はい、まあ、じゃあ、天の声、はい、はい、はい、なんでしょう。ちょっとね、私がですね、はい、質問っていうかですね、はい、女性たちにちょっと聞いてみたいことを、はい、投げかけますので、かしこまりました。はい、それに、まあ、そう思う、そう思わないの、うん、札を使ってですね、はい、はい、思うところを率直に聞かせていただけたらと思います。はい、女性目線の意見とかですね、まあ、最近ね、いろいろ。はい。はい、それでは次の質問いきます。はい、はいはい、どうぞ。最近ですね、はい、まあ、ハリウッドでセクハラの問題がいろいろ騒がれているんですけど、うん、いろいろね、うん、はい、大変ですね、キティ家の身の代金という映画で、はい、うん、ケビン・スペイシーが出演していましたが、はい、セクハラ騒動が起きまして、はいはい、クリストファー・プロマーが代役になって撮り直しになりました。お、大変な話です、ね、こういうことが起きたんですけども、はい、セクハラをした俳優の出演作は公開前であれば中止にするか、それとも撮り直しをするべきだ、考えてください。決まりました。決まりました。決まりました。ちょっと、ちょ、いいよ、悩んで、てっ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 てて、難しい問題ですね。うん、すごい、すごい悩んで、はい、いいですか。はい、いきます、うん、はい、大丈夫です。はい、それではどうぞ。そう思う、そう思わない、そう思わない。すごい、分かりました。はい、今回も分かりました。これ度合いの問題なの、うん、そうそうなんですよ。本人がどれだけやばい、セクハラってどれだけのセクハラしたの、うん、っていう、それによってそう思うだったりとかね、犯罪レベルもあれば、うん、っていうのもあるじゃん、うん、あと花瓶に女の人が反応しただけみたいな、うん、あとリアルにその収益の問題とかも考えてどう出るかだよね、うん、ただそう、私はそのまあ度合いの問題はあるけど、うん、例えば大きいその度合いのセクハラをした時に収益とかそういう大人の事情とかを考慮してやっちゃうっていうのは良くないんじゃないかなと思った、うんうんうん、それはある、うんうん、いや私まあ、うん、ぶっちゃけますけど、うん、セクハラをやっぱ受けたことはあるわけですよ、うんうん、どんな。あ、でもね、それは飲みの席から始まって、うん、その後電話で始まって、まあ、直接会ってぐらいだから別にその直接触りたいとかはないんですけど、うん、どうだって言われたりとか、立場の上の人、そうそう、立場の上の人で利用してみたいなとかあったし、うん、まあ、稽古場で多分本人、別の方なんですけど、本人としてはギャグなんだろうけど、こっちとしてはものすごく傷ついたりとか、うん、いうのがちょっとあって、うん、ただまあじゃあその人たちと縁を切ってるかちょっとまた微妙なところで、うんうん、立場上だと切りづらいよね。そう、これさ難しいところで、私なんかキャスティングする側だったり、事務所の社長だったりもしてるから、自分がすることによって自分がセクハラをする側になるかもしれないっていうのもあるじゃん。そういう時に、まあ私の番組でも前にも言ったけど、これを言ったらセクハラになるのかなとか、うん、結構怖かったりする。例えばじゃあ男の出演者がいましたって、うん、こっちが別にあみんなで飲もうよと思って飲もうよって誘った時に、うん、あ、ミキさんから誘われた、嫌だな、もしかしたら狙われてんのかも、でも出ないと次キャスティングしてもらえないかも、うん、とかなって、うん、じゃあ向こうはセクハラって思っちゃうわけじゃん、うん、でここ誘っていいのかな、どうなのかなとか、ね、今ってすごい敏感になってるから、確かに確かに、すごい考えるようになっちゃったの、だから逆に決めてほしいよね、あ、線引きをね、これはセクハラ、これセクハラじゃないって項目ごとに言ってくれればやらないし、でも言われたことも、私じゃない誰かがその言葉言われたら多分受け流せたんだろうけど、私は受け流せなかった、うん、でもそれがセクハラかどうか悩んだりとかもあったので、うん、なんかある程度のその基準があるのはいいなと思いますよね、うんうん、じゃあこの、まあ、その先に映画、うん、まあ、そう流すか流さないかの基準で言えば、うん、どれ以上のセクハラだったらとかある、うん、なんか飲み会の席でのボディタッチぐらいなら、うん、まあ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 、まあ、映画やる、まあまあ、上映者、まあ、分かんないけど、こう世代にもよるのかな、私なんかはでもよくあるよねと思っちゃうのは事実、うん、まああるよね、まあ、あるだってさ、まあ、別にセクハラとか関係なく、うん、気に入ったらここへかけるわけじゃん、誘うわけじゃん、普通にね、うん、っていうことを考えると、うん、そう、しょうがないよね、しょうがない、うん、
純粋に仲良くなりたいと思ってるだけかもしれないし、うん、ただそれ以上のことだよね、完全枕営業みたいな感じになっちゃうと、うん、ちょっとそう営業かけてくる方がいいじゃん、逆にそう、今そういう問題になってるじゃないですかそうそうあったんですかいや、いるじゃんそんなんいっぱいさ、まあね、それを逆手に取ってる人たちもね、うん、女の人も男の人も、うん、いるね、うん、ハニーさんたちが、うんうんうん、いるよね、でどこ以上がなったらとかもう決めてほしいよね、うん、ボディタッチはどこからがもうセクハラみたいな、学話でもその映画を上映するしないの、その2人きりの時は NG じゃないとかああ、うん、せめてみんなでこうさ飲んでてちょっとボディタッチとかだったらまだ止める人がいるとか、うん、それはって言ってくれる人がいるかもしれないけど、なんかの表紙に二人きりになった時にして、しかも否認するとかいうのはなしじゃないとか。否認？そう、だから、あ、その否認違うんですよ。漢字変換。否認だよ、一気にそこうと思って、否認するかしないか、ね、違うよ。違う。否定する方だよ。びっくりした、びっくりした。そう、だから、いや、そんなことしてないんですけど、みたいな。はい、っていうのはダメじゃない、うん、もう そもそもそういう、二人きりになりましたよっていう、うん、なんだろう。怪しいじゃないけど、うん、したかどうかって確定できないものに対してそういう流れに持ってったっていうのはもう NG でいいんじゃないとか、うんうんうん、したのにしてないっていうのはお前やましいやましいからでしょ、完全にやましいじゃん、じゃあまあ映画の話にしましょうよ、うんうん、映画だったらどうなるか、どうですか、ね、どうしようか、まあ、その後使わないとかっていう手はもちろんあるから、うん、とりあえずその程度によってだよね、誘うとかは、うん、まあ OK だけど、うんうん、強引に、うん、それな、うん、こう引きずり込んでいくみたいなのがあったら、うん、それは犯罪になるから、うんうん、流せないよね、うん、流せないよね、まあでも今回の処置としては賢明なのかな、うん、その取り直したっていうのは、うんうん、まあね、もちろん そこでストップしてられないし、うん、代役立てたっていうのは、うん、まあ、ちょっと倍お金かかるけど、うん、まあいい処置だったのかなと思う、うん、ですかね、まあちょっとそう思わないをあげたけれども、うん、これね、ほんと何とも言いづらいのか男かが女かによっても、うん、力で抵抗できるできないっていうのはまたちょっとなんかそう結構ね、抵抗すればよかったじゃないとか言うけど、うん、それはその命の危険がこちらにもね、うん、あるからできないわけで、うん、そのなってみないとわからんのですよっていう、うん、そのことをねみんな言うけど、うん、なんかそこは想像力足りないから言わない方がいいんじゃないとは思うけど、うん、ね、そうね、そう、うん、あとの祭りじゃんまあね、そんなのさ取り直しになったってことはじゃあ結構結構なことやったんだよね、うんうん、と思いますね、はい、なるほどですね、ちょっと玉虫色みたいな感じになっちゃいましたけどね、難しい話ですよね、うん、これね、うん、セクハラっていうのはあの男が女に対してやるものなのか、それとも立場が強い人間が弱い人間に対してやるものなのかっていうのがあると思うんですよ、ここでまさにミキさんが社長とかやってる、どっちもあるよね、からあれなんじゃないですか、女性でも立場が強い人ってのが出てきてるじゃないですか、うん、うん、セクハラってどっちもですよ、うん、それは あとパワハラのね問題とかもね、なんかセクハラとパワハラがごっちゃになってたかあるから、うんうん、だからパワハラの性的なバージョンがセクハラっていう、だから中の分類で、うんうん、そうだよね、大元はパワハラっていうものがあってっていうことだよね、うん、きっとね、うん、うん、で女性は確かに腕力がないんで、うん、立場の強い女性が男性に何かしようとしてもそれ男がやるのとは種類が違うっていう考え方ですか、うんうん、そういう映画ありましたね、デミムーアの映画で、ああったね、うん、あった、逆セクハラ、あ、ディスクロージャー、あー、うん、そういうのもね、取り上げられる面白い時代になってきたよねっていう話だよね、まさかまたニュースになるっていうのもね、うん、一つの時代の流れかなとは思いますけどね、なるほど、まとめちゃった今大きくまとめたざっくりきれいにきれいにまとめてきてニュース番組みたいな思いますけどね
が新作紹介をしたいと思います。まずはドドン、ドドン、今回はこちらですね、ディバインディーバというこちらですね。こちらがありがとうございます、チラシになります。こちらですね、監督が、レアンドラ・レアルさんという女性の方になります。ブラジルの映画になりますが、なんとこれドキュメンタリー映画になっています。というわけで、まあ毎回恒例のさあブラジルの地図を出ましたいただきます。はい、もうみんな毎恒例ですね。これいるの雰囲気こんな感じで、チリとかチリなのね、そこはなんとなくで見ていただけたらなと思います。今回はですね、ブラジル、まあ、結構広いんですけれども、うん、このリオデジャネイロ、はい、こちらね、オリンピックとかありましたけど、あそこがメインの、ドキュメンタリー映画になっております。はい、こちらですね、どういった作品かと申しますと、はい、じゃじゃん、8人のドラッグクイーンのドキュメンタリー。へえ、ドラッグクイーンってなんですか。はい、こちらね、私も今回初めて知ったんですけど、はい、そうなの、あの異性層パフォーマー、まあ、男性なんだけれども女性の格好をして、しかも派手なお化粧とかメイクをして舞台に立ってっていうパフォーマーさんのことですね。だから日本で言うと、まあ、ちょっと違うかもしれませんけど、まあ、いわゆるお姉系の方々になります。でこちら、あのどうやらですね、先ほどの監督さんのおじいちゃんがもともとこのリオで劇場を1960年代に作ったそうなんです。でその時にこの8人の方々を呼んでここでショーを行った。おー、すごいかっこいい。すごいでしょ。おじいちゃんがかっこいい。おじいちゃんがかっこいい。この8人の方々は、うん、あのいわゆる第一世代、あ、そう、ブラジルの始まり、そう、第一世代の方々なんですって。それでその、その劇場さんが、うん、2014年かなんかに70周年を迎えるということで、あの監督であるレアルさんがその方々たちをお呼びして、うん、イベントを行ったと。でそこの裏側を追っていく。でさらに8人8人それぞれの、過去から現在に至るまでの、インタビューとか映像とかをで振り返るといった内容になっています。はいはいはい。でこちら、うん、内容としては、はい、ショーの内容よりもそれぞれの話を振り返る方が時間的には長くなっていますね。あ、全体映すんじゃなくて。そうですね、あの個々のインタビューの方が結構長いな、あのよく特集を組まれてるなっていうイメージはありました。結構ね、8人いらっしゃるのでいろんな人生を描いてるわけですよ。まあ、ご家族に受け入れられてもらった方もいれば、うん、ちょっと絶縁をね、うん、ちょっとやっぱちょっとそういうことは受けられないと言われた方もいらっしゃるし、うん、ちょっとブラジルからは出て、海外の方に進出された方もいらっしゃるし、うん、パートナーと添い遂げた方もいらっしゃれば、うん、残念ながらパートナーの方が先にお亡くなりになってしまった方もいらっしゃるんですよ。で結構皆さんこのサブカルチャーの世界の方なので、現状について今いろいろ思うことがあるらしくて、なかなか痛烈なねことをおっしゃったりとか、昔のことと過去のことを比べてみたりとか、あるいはフランスのことと自分の国を見比べてみたりとか、なんかでそういったことでもね、すごくやっぱこの人たちってのはやっぱプライドがあって、きっちりあの自分たちの世界観を表現してるんだなっていうのがよくわかる映画でした。最近ねちょっと性的マイノリティの方に対していろいろ問題発言がすごく多いじゃないですか、残念なことに。でもね、そういった方たち、まあ、ひょっとしたらそうどうしてもこういった内容だから好きとか嫌いとかあると思うんですけれども、ぜひ一度見ていただいて、彼女たちのこう魂の叫びみたいのをぜひ聞いていただけたらなと私は思いました。やっぱいくつぐらいの方たちも、その彼女たち、もう結構な、実はもうちょっと公開の時亡くなってる方とかもいらっしゃって、で年齢をねあまり公表されてないんですよ。おそらくまあそこそこな、まあ、70とか、60年、1960年代の時におそらく20代とかだと思うので、じゃあだいぶ差別があった時からだと思います。ちなみにブラジル自体はそういう、なんだろう、性的なそういうものに対しては、それがねなかなか複雑、ちょっと調べたんですけども、60年代70年代の軍事政権下っていうのは、あのパフォーマンスするのは OK だけれども、女装して街中歩いてはいけない。
みたいな。だからすぐタクシーに乗って劇場に行くんだけど、そのタクシー止められちゃったりとか、うん、でいろいろこうやって、いやもうこれから私はショーに行くから早く出せみたいなことを言ったら OK で行ったりとか、うん、で民主化になったら、民主化になったらそれはそれでやっぱちょっと、うん、なんかいろいろあるらしいです、うん、ただ、うん、民主化になったので、まあ、女装して歩いても別に何も言われないし、うん、あの映画の中でも私ファンなんですってインタビュー中にね一般の方も入ってきて握手とかしてるので、少なくとも日本みたいな状態ではないんだろうなっていう認識はありました。まあ、それがどっちがいいのかはちょっと分かんないですけどね、まあ、その軍事政権下と今の民主化の状態、うん、まあ、それについても8人のうちの1人があのちょっと見比べてねいろいろおっしゃってましたけれども、うんうん、まあ、それなりにきちんと彼女たちの叫び声をね、あの好き嫌いせずにものは試しと思って見ていただけたらなと思っています、うんうん、As divas fazem parte do meu mundo e eu do delas. Elas nunca foram estranhas pra mim. Ser mulher é muito fácil para quem já é. Mas pra quem nasce para ser João, é o sacrifício a transformação. Insistir.Sério, de palavra diva. Eu sou essa mulher maravilhosa, né? Mas eu dou graças a Deus, será? Seu Rogéria, me vissem e pensassem que eu era uma mulher. Era um momento horroroso do Brasil politicamente. Na porta do teatro tive que ter carimbo da censura. Não me pediram de deixar de eu fazer o que eu queria.Estou mirando atrás. Essa expectativa de estar voltando aos 70 anos de idade, fazer um show, como é que é isso? Vou te dizer uma coisa. Vai ser um canto do cisne lindo que eu vou fazer. Ah. E só agora conseguimos fazer uma união estável. Otávio, pra você. Nós temos banana. Banana.Da família brasileira. Nós temos banana.というわけでこちらのロードショーなんですけれども、はい、じゃじゃん、じゃん、はい、9月1日ロードショーになっております、うん、はい、まず劇場さんこちらですね、ヒューマントラストシネマ渋谷さんで、その後にシネマート新宿さんの方でロードショーだそうです、うん、公開だそうです。でこちら両方ともなんですけれども、劇場窓口にてお買い求めの方にはオリジナルポストカードをプレゼントしているそうです。さらにですね、こちら映画が始まってからなんですけれども、じゃじゃん、ディーバ割引というのがございます。こちら本作に女装でのご来場の男性の方は1000円になるという、なかなかすごいよく頑張った映画会社おーすごいぞっていうので、すごぜひねこれを機に、まあいろいろなことが今起きておりますけれども、ぜひこういった人たちもこういった方々もいるということを知っていただきたいなと思いますので、ぜひ一度ご覧ください。はい、というわけでこちら小林真由美の新作紹介でした。ありがとうございます。